ょうか。そう、黒ソックスを出してレッツハンジャアルマイスさん、うん、太田だ、太田、太田と竹岡、7月12日曜日、太田と竹岡、セントラルリーグ公式戦読売ジャイアンツ対阪神タイガース第14回戦を迎えました。あっちは吉信と、皆さんこんにちは、ジャイアンツ応援 MC の高橋大輔です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。松本かな、まずは三塁側、そしてレフトスタンドタイガースファンの皆さん、本日も早くからご来場ありがとうございます。現在レフトスタンド中南あたりのお客様でしょうか、オーラビジョンに映っております。あ、そうです、ありがとうございます。3連戦最後の伝統の姿勢盛り上げていきましょう、よろしくお願いします。安立てできるかね、そしてそしてオーラビジョンがライトスタンド最前列に切り替わりました。東京ドームにお集まりいただきましたジャイアンツファンの皆さん、本日もご来場誠にありがとうございます。ジャイアンツ現在5連勝中です。そして今日は勝率の高い東本2015でございます。さらに今日ジャイアンツが勝利すると、なんと3立てここ東京ドーム通算1000勝となります。おお、そうだったんだ。ぜひオールスター前最後の本拠地、皆さんの応援でこの東京ドームを文字通り選手を黄色に染めてください。メモリアル勝利を全員で勝ち取りましょう。熱いご声援よろしくお願いいたします。頑張ってね長野。そして今シーズンのジャイアンツ出産試合の東京ドームでは、ジャイアンツ OB レジェンズの生解説を聞きながら試合を楽しめるレジェンズシートも、どのや今日もヒット、この時間は放送室にそのレジェンズシートで解説を担当していただきます。この方にお越しいただきましょう。広沢勝美さんです、よろしくお願いします。広沢さん、レジェンズシート今シーズン何枚でしょうか。しかもタイガースということで、広沢さんは唯一ジャイアンツでもタイガースでも上回った、ありがとうございます。メルシェンツですが、複雑な心境で現状になりますね。そうですね、さあ、それでは